どうも、初めて花尾です。どうも、初めて花尾です。始まったんですか？え、撮ってる。そうだね。あ、今日は素でいいってことですか？素でいいです。だから、人ちゃんで、俺も知らん時があるっていう。で、どうも、初めて花尾です。はい、どうも、北のショベルト。あー、もう猫。ガタ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 。すごいな。ということで、今回は北のうちたちとのコラボです。イエーイ。まあ、北うちといえば、何ですか？よく言われるのはやっぱ、こういう時とか、最近はおたげば、一週間生活だったりとか、のより、そう思う。全然分かってないです。うっせぇじゃん。あいつ、初対面なんでいけるっけ、そもそも。ということで、まあ、北アスといえば、江口。いやそれはそのイメージ、今結構消してるんですよね。江口はエロくないよなって。まあ、確かに。すいません。何過剰反応します。ということで今回は第1回官能小説空欄クイズ。エロの世界っていうのは非常に広くてですね、チンコ一つとってもいろんな表現がある。そういうの好きですね。それを収録した本が官能小説なんたら単語集みたいな。そんな夢のような。チンコって表現だけでマジですごい何千何万という表現がある。いやマジでそうそう、めっちゃ見てますけど。めっちゃいいじゃん。また、なんて書いてある？例えば。オノマトペっていう。ああ、オノマトペね。オノマトペ。普通ですよね。ズルズルズルルって。というわけで、今回はいろんなその表現が入ってるんですけども、例えば、白っぽい蜜っていう単語があったとして、ノリが例えば、白っぽいっていうのだけ言って、その下の蜜の蜜を空欄にして、そこだけ当てるとか。なるほどね。それを当てるっていう性的な、そういう描写を美しく表現してくれてる。俺ですら当てると思います。ということで、早速やっていきましょう。メイクリットショーウィズ。いや、それ休憩。一問目、お願いします。じゃあ、いきます。灼熱の〇〇。じゃあ、男性器です。男性器。ああ、灼熱ね。灼熱の〇〇〇ですね。3文字。はい、あ、できました。灼熱の物干し竿。何笑ったんだよ、お前。灼熱がどこ。違います。あります。灼熱の富士山。おお、なるほど。なるほど。違います。確かに。灼熱の万人。マンニーは台風19号ぐらいの名前なのこれ。ああ、だから別にエロくないからね。ああ、確かに。そヒントは北内がヒント。あっ、分かった。え、ちょっと待って、ちょっと待って。灼熱の宗谷岬。ありえへん、ありえへん、ありえへんこと。ありえへんこと。ああ、なるほど。ピアニカにおいてその液体みたいなやつ何って感じ。だからさ、普段よくさ、ベーって出てくるやつ。一回フーって出しますもん。え、でもあれちょっとエロくない？確かに確かに。違います。はい。今のやべえな。え、でもなんか、どういう動作じゃん。やって、どういう動作。やれんの。やれる範囲。任意操作、任意操作です、これ。任意です。あ、そっちだ。あ、いや、ふすま。いや、あ、これは。そういうことか。え、何今の。え、多分だから、まだか、多分さ、まあちょっと多分間違ってんねんけど、灼熱の侵入中みたいな、そういうこと。そういうことですよね、だから。え、そっち系だよ。おし、めっちゃ惜しいです。マジか。めっちゃ惜しい。あ、分かった。灼熱の侵入壁。違う。侵入者。正解。ああ。そういうことね。そういうことね。だからこうじゃなくてこうっすよ。でもさ、ちょっと、でもさ、めっちゃ神秘的。いや、鳥肌。でも、がいい前提やの。確かに。オッケーだね、それは。いや、美しい。いや、おもろい。全然エロくない。あ、でも、あ、
それでエロシーンをなんていうの出版できるようにするんよ、ちゃんと。あ、そうなるほど。だから俺たちもそういう風な表現でいけばいいんです。でも北内コラボでさっきの侵入者出したもの正解や。確かに間違いない正解、リスペクト、間違いない正解、すごい素晴らしい、いいもん。はい、いきます。はいはい。え、なんか次あれで行為、行為系行こう。あー、行為系なんか絶頂表現。あ、海に絶頂表現行こう。はい、いきます。はい。なんとかなんとかて体を硬直させ。何して、なんとかして体を硬直させ。トカチ平野で野外プレイして。何も美しくもない。野外プレイなんて絶対使わないっすよ。何も美しくない。はい。物干し竿の要領で体を硬直させ。いろいろますね。でもなんか引用している文章の小説のタイトルは「メガネコパラダイス」って書いてある。ああ、メガネコパラダイス、メガネコパラダイスなんだ。はい、次一回一回一回真面目に、魂が抜けたように体を硬直させ。あ、でもそれこういう系だ。あ、それも、あ、形容パターン、形容パターンあるな。小説やから。おちんちんのように体を硬直させ。もう言うてやってる。北海道どこなんだ。ああ、北海道よりちんちんついてるから。北海道のちんちん、確かに。エロいことを考えすぎてみんな離れてってる気がします。あー、なるほどね。至極ですね。さあ、どうぞ。潮が引いて体を硬直させ。違います。あー、うまいね。でも潮が引いて青函トンネルの中でシックスできません。でも、青缶ともかかってる。確かに、うまっ。うまっ。はい。ビターン、ビターンからの体を硬直させ。それか、なんで北海道やん。なんか生きのいい魚みたいな。ああ、俺たちが、あ、そっちか。これビクンビクンみたいなあるやん、操作的に。大ヒントは、海産物です。あ、海産物。マグロは惜しいんやな。ああ、クジラ、クジラとかありそう。ウニなら 1000p できる説。企画だっすね。いや、全部万有への企画提供。万有への企画。もうエロチャンネルだよ。アメンボ最初の一文字言ってよ、ちょっと。え、え、エビ、え、エビ、はい、は、エビ、あー、エビ反りして、あー、おー、エロいやん、めっちゃ。おい、めっちゃエロいやん。おい、その発想なかった。いや、その小説家はちょっとあんまりいけてない。あー、それだって自分らが当てれんから。でも最後ぐらいいきますか。じゃあ最後、最後、おもろ。喘ぎ声ちょっといきたい。喘ぎ声、喘ぎ声でもなんかキャヒ、キャオーみたいな。正解ってから言うと何でもありやから。ピカチュウの声中の声って一応文ちゃんてか、ピカチュウの声、ピカチュウの声、サンダーの交尾めっちゃ痛い説。はい、行こう。いいですか。最初の文字はも。あ、もう、あ、もう、もう、そっからスタートする。はいはいはい。あ、書くの、これ。で、オノマトペとかではないです。もうダメ。違います。まあ、まあ、一旦言っとくべきだよ。あれね、はい、ダメだよ。もう、キュー、キココココ。いや、それ、いや、それが、これなんで、それは、焦りないです。そういうの、そういう系、マジで。いや、俺ちょっと見たことあるけど、結構こういうの多いからな。はい、え、ありますね、こういうの。いや、でも、でも、そういうのではない。ちゃんと、ちゃんと答えれそうなやつ。ああ、わかりました。盛り上がってきましたね。それはもう、盛り上がってきましたね。まず、理系じゃん。まあ、北海道ね、北海道。北海道はちょっと違いますね。ああ、ぜひ。ボタボタせんと、はよ、行ってよ。そっちのパターンもあるから、そっちパターンもあるから。確かに愛の感じはどんな感じなんですか。それは結構ちゃんと愛なの。一応冷めたパターンもやる。何ていうくらいが。ちゃんと愛です。あ、ちゃんと愛やろう。それ言ってるようならやらなかった。もう文字目いきますか。え、うじゃないの。ちっちゃいつです。あ、あ、もう一回、も、も、も、喘ぎながら言ってる感じ。あー、えだ、めっちゃ普通ですか。もう一回遊べるぞ。これ大事なんですよ。それ言ったらマジで。どう、これもっと角通り。もう突きすぎ、やりすぎ。もうちょい右かな、右かな、もうちょい、もうちょいかな。え、
え、でも…え、正解え、あらあら、そういうこと、入る前の話ってこと正解は、うん、もうちょっともうちょっと、右、いやん、違うわかるかわかるかでも、右当てたのすごいすげえ確かに確かに右当てたのすごいすげえ